はい、皆さんこんにちは、タカです。12月27日、はい、毎日もう忙しいです。年末なんでね、皆さん集ってくれるんで、レストランにとっては非常にありがたいです。今日こんなものを買いまして、多分ね、初めてかな、今年初物ですね。葉付きの葉っぱのついたさつまいみかん、もう葉っぱ取ってますけど、非常にね、ジューシーで美味しいんですよ。ハローってありますよね、 HALO、 こうネットに入ったマンダリンオレンジ、あれは全然、あれはね、なんか当たり外れが大きい。それとたまになんか去年もの売ってますよね。だから全然そのなんかみずみずしさがない。だからあれはやっぱり問題がありますね。あれいい時もあるんですよ、美味しい時もあるんですよ。だけど今はこれが一番美味しいです。はい、今日はね、何を話すかと言いますと、そうですね、20日ぐらい前に、辞めた人の話。はい、彼はね、まあ私15年ぐらいしてたんですけども、全然全くのレストラン素人で、飲食をやりたいと言うんで、あ、じゃあいいよ、じゃあうちで、じゃあ寿司屋とはどういうものかね、2ヶ月ぐらい修行してから考えたらっていうふうに言ったわけですよ。それで全部教えるからと、フロントが何か、キッチンが何か、寿司が何か、全部教えるからと言ったわけです。で、まあ結局まあ4週間で終わったんですよ残念ながらね。というのが向いてないんで、もう時間の無駄だからやめた方がいいよと、でもう押し出したわけです。はい、まあそういうわけでね、まあで彼はね、何をやったかというと、2週間フロントやって、で2週間キッチン、まあそれなりにまあ米研いだり、米炊いたり、米研ぎ、米炊き、それからうどんとかそばのつゆを作りました。はい、それからまあ人手のね、例えばジンジャードレッシングで作るんだよとか、みんなまあ教えたわけですよ。で面白かったのがね、キッチン2週間後にキッチンの初日の時にね、なんかもうメモをねずっと断るわけだって、で「お前何やってんだよ」って言ったら、いや初日なんで全部控えていこうと思いまして、いやそういう問題じゃないでしょって私言ったんですよ。というのが、例えばね、メキシカンは採用しますよ、キッチンで。彼なんかメモなんか取らないですよ、全部もう体で覚えるんですよ。だからその辺がね、頭のいい人とまあおバカの違いって言ったらそれで終わりですけども、じゃあ頭のいい人がじゃあそれでね、じゃあメモして、じゃあそれ次の日覚えてるんですかと、意外と覚えてないんですよ。そんなもんなんです。だから メモ取っても意味ないんじゃないのと僕言ったんですよ。体で、キッチンなんてもう体で覚えないとダメだよって言ったんですよ。で彼はね、本当に優秀な人間でね、頭はいいんですよ。僕より全然多分知能指数も高いと思いますよ。ちゃんと現役でね、東京のね、某有名私大に入って卒業してるわけですよ。はい、ただし私がいつも彼に冗談交じりに言ってるのは、君は勉強ができるだけのバカであって、私はバカだけど金が稼げる天才だよって言ったんですよ。これ本当でも当たってんですよ、ね。でいつかはまあ彼はなんか私みたいにね、金稼ぎたいなとアメリカでっていうふうに思ってて、まあ私のこう門を叩いたわけで、まあいろいろ4週間でいろいろ学んだとは言ってましたけども、これからまあどうなるのかっていうのはまあ一応楽しみにはしてるんですが、なんとなし私が思うには大器晩成型なのか、それともか実業家、事業家には向いてないのかなというふうに思うわけですよ。だからやっぱりそのリーダーになれる人とリーダーになれない人の違い、その辺をまあよく自分なりに考えた方がいいんでしょうね。例えばね、こんなことがありましてね、いや餃子をね やったら面白いかなと思うんだよねっていうの、というのが餃子缶が売れてるんでね、餃子専門店ぼちぼちアメリカどうかなと思ったんですよ、私は。で、お前ちょっとなんか考えるよ言ったら、ちゃんとね、計画書を作ってくるんですよ。で、こうこうこうでね、いや、これだけ売ればどれだけ利益が出るとかね、そういうことはちゃんと考えられるんですよ。ですから、投げたボールに対してはちゃんと拾ってちゃんとこう投げ返してくるわけですよ。で、それなりにきちっとね、計画書も作れる。だからやっぱり、部長タイプなのか課長タイプなのか分かりませんけどね、だから社長じゃないなという、まあ彼は今からこれか彼この動画も見てるんでね、まあ分かればいいんですけど、そういうふうなことも考えながらね、やっぱり
事業家とは何かをもう一度考えるべきじゃないかなと私は思うわけですよ。はい。でまあ4週間でね、まあ、何を学んだかどうか分かりませんけど、まあ、私が意外とそういう人間に対してね思ったのは不器用な人間なんですよ。で不器用っていうのは何かっていうと一つのことしかできないから不器用なんです。同時にね例えば2つ3つやらないといけない。で例えばレストランだとできる人はね別にこれやれこれやって指示しなくても動くんですよ。だけどできない人は指示されないと動かない。指示されたことしかできないんです。で、あ、今暇だからこれやればいいかな、次混んだ時のためにこれやっとけばいいかなとかね、いろいろそういう次の展開をね自分で想像してね手を打つということができないんじゃないかと思うんですよね。だから言われたことは確実にできるんですよ。ですからまあでもそれがなんか今のね若い人の特徴ではないかなという気がしないでもない。だったらだけどそういう人間だったらねもう AI と一緒でロボットと一緒で何の個性もないわけですよ。だからそれもまた問題でね、まあでもいや僕はその人生でいいんですよっていう人はいいんですよ。だけどまあ彼の場合はね自分で独立して仕事をしたいって言ってるんでそういう人はやっぱりちゃんとやらないといけないよと。やっぱり先を読むっていう力は大事だと僕は思いますけどね。でないと何が起きるかわからないじゃないですか。でプラン A があったら当然プラン B も用意しておく、プラン C まで用意しておく、またはその A ダッシュ A ダッシュダッシュとかね、やっぱりいろいろねこう考えておかないと、まあ、今の国会議員のね東京地検の事情聴取でもないですけども、やっぱり想定問題を作ってこう答えこう来たらこう答えるとかね、やっぱりいろいろあるわけですよ。でもまあそれがねレストランの場合はもうこう瞬時に起きるわけですよ。だから私なんか本当にもう寿司作ってて手が空いたらね必ず水ピッチャーの水を準備しないといけないな、そして終わったら皿を準備しないといけないな、で自分で運んだ時に必ずテーブルじーっと見てて終わった皿があったらどんどん下げていく、そしたらお客さんは気持ちいいわけですよ。だからそういうねことができない人が多い。だからそれはやっぱり気が利く気が利かないっていうことなんですよ。で気がつく気がつかないっていうことなんですよ。だから私はでもその辺が結局人間の伸びる伸びないの違いではないかと思いますけどね。まあなんか年末なんで最近こういう投稿が私は多いと思うんですけど、まあ皆さん頑張ってほしいなと思うわけですよ。ね、やっぱり物に気づいてね、それを自分で解決してね、前に進んでいきましょうよっていうのが、まあ私は言いたいわけです。はい、以上でした。